笑うな笑うな、ピオキング。やめろ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 、やめ、意味わかんねえ、ゴール条件つくんだよ。笑わないように我慢してたんだよ。でもあんな乗せ方を見ちゃうとキモすぎて笑っちゃうね。マリオの頭どんだけ強いんだよって話だよな。はい、それじゃあ今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、アーニュートロールメタ初カムということで、新しい超次元のトロールコースが来たということでしょうか。これさ、サムネを見る限り一発マリオっぽいんだけど、絶対にゴールできないようになってると思うんだよね。最速が1分24秒もかかってるから、絶対に他に行き道があるんだよ。そして今回もクリア率がめちゃめちゃ低い。壊れないように頑張っていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%。今日マジで絶叫とかしないわ。なんか最近ね、絶叫する癖がついちゃってるから、それをなるべくやらないように、開幕以外はね、開幕以外はなるべくやらないようにやっていきたいと思います。これ届かないのかな、めちゃめちゃ。あ、隠しブロックないんだな。ってことはさ、右にダッシュしてジャンプしたら意外と焦った。こんなところに一気アップくれてるなんて、意外と優しいことしてくれんじゃねえか。じゃあ一旦右から、いや左から走ってジャンプしてみようか。開幕ボンビス。いや、いけそうなんだよな。右ギリギリでジャンプしたらさ、ちょっと今ミスってしまったけど、今度はミスらないようにジャンプしていこうじゃないか。やっほー、どうにかしてゴールしたい。僕はもうこのコースを攻略して、動画の収録時間30秒ぐらいで YouTube に上げたいんだ。でもいけないっていうことは分かってる。なら下の土管に行こうじゃないか。さあ、こっちのとか矢印設置いっぱいしてたね。ここはコインの通りに行ってみる。ですよねー。大体分かってたよ、コインの通りに行ったらいけないんじゃないかなって。僕の純粋な心が隠しきれてなかったね。あ、なるほどね。今日はそういう感じのトロールコースで、隠しブロックがたくさんあって罠に引っ掛けるみたいな、まあリアクションが取りにくいやつですよ。でもそんなの関係ないよ。僕はどんな隠しブロックでもリアクションを取っていこうじゃないか。じゃあここは、スターを取って右にダッシュでいいのかな。どうやら僕を怒らせてしまったみたいだね、制作者よ。なら僕はそろそろ怒られタイムといこうじゃないか。ピョ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 。もっといたわれ。見てる方もみんな僕をいたわれ。ピョキングさん大丈夫ですかと。いつもそんなに喉を酷して大丈夫ですかと。もっといたわってくれ。じゃあここはスターをなくしていくのが正解。そうだろう。この鉄くずが。いや、深読みしすぎたわ。このトロールコース、高次元な精神バトルが繰り広げられてるの分かるかな。だからみんな、僕がこのコースをクリアした暁には褒めちぎっていいよ。リボムシタイミングが良すぎんだよ。高笑いしてる時に落とすなんてやめてくれな。ちょっと恥ずかしかったやんか。じゃあここは下に降りていいのかな。何もないですわ。なら正解はもう一つだと思いますの。ここにお隠しブロックがあると、だいたい想像できてましてませんでしたわ。右下にはおキノコ、そして右上にはおちくわ。おちくわの方で行きましょうか。おちくわの方に乗ってこのオドカーに入る。絶対これで正解だと思いますの。さあマリン、さあさあさあ、何言ってんだ、汚いお嬢様だな。バイこんなところにも隠しブロック設置すんだ。なら左をシッパーでいいんでしょう。そしてあのバインを回避する。そんでここは下と上どっちだい。なんか下にとんがりコーンが見えてるけど、あのとんがりコーンの方に行ったらダメとかそういうことだと思う。ならばここのほっリンク、おほちゃんちゃんポイントあんちゃん、やったね。これでも食らっとけ。あ、バグあるのか。あのニワトリ頭のやつにね、爆弾を食らわせたかったんだけど、あのパンに邪魔されたね。そんでここは指でパンを発動して上のブラパンを倒す。オーケーオーケー。え、なんか順調だな。そんでここも指で行かなきゃ多分隠しブロック出してくると思うんだよな。隠しブロックに絶対気をつけた方がいいよ、ここは。そしてここは乗っていいの。大ガリ成功。もうちょっとさ、高等な罠の駆け引きをしないかい、制作者さん。さ、もうこれ以上僕隠しブロックに引っかかっても、もうこれ以上隠しブロックに引っかかってもさ、もうそのリアクションが取れないんだって。いや、これはチャンスだ。何かいいことを考えろ。新しいワードを思いつくチャンスだぞ。全部あるのかい、頼む1個ぐらいないで。
ビンゴ。いやほらね、ビンゴとかいうつまんないワードが出てきちゃってるから何やってんの。いや今ちょっと面白かったな。じゃあここはリンクを取ってこのドアに入っていけっていうことね。マジでもう隠しブロック気をつけるわ。なんだ急になんかクオリティが高くなったトロールコースみたいな見た目しやがって。こっちでいいのかい。じゃあ土管に入っていこう。土管じゃないドアで。そしてチェックポイントにそろそろあってもいいんだけど、これ左上行くのが正解みたいな。ここは隠しブロックないんだな。なんかめちゃめちゃ左上行きたいよな。そしてここはオンオフが変わる。そしてここは右に進めませんね。あ、行けた。ハハハハハ、みんなが制作者よ。これが僕の実力さ。そしてこのバネめちゃめちゃ面白いことをしてきそうだな。右の針のところにやるとかそういうことなんじゃない。もうブルブル震えてる。こっからどうすればいいんだろう。ちょっハハハハハハ、ピンチしすぎ。やめろやめろ。え、これどう。今たまたま行けたんだけど、多分これさ、先にちくわブロック落としておいてすぐ右に行けっていうことなんだろうね。でここの回避の仕方が分かってないんだけど、ジャンプ、あ、上に隠しブロックがあるってことは、あ、なんかジャンプしたら勝手に抜けれたよ。オッケーオッケー。おこんなところにもブロック。もう隠しブロックのトロールコースだね、ここ。そしてここは一番左から叩いてみる。これはなんか今デカキノコが出てきたみたいな感じだけど、真ん中はデカキノコ、そしてこれはデカキノコ。いやでもこれ取れないよな。取ったとしてもこのドアに入ることができないから、取ることが正解みたいな。多分それで合ってると思う。何してくれてんだサブ、分かってんだよそんなことは。じゃあこのまま僕は上に行きたいと思います。でここ上、土管なんか壊せそうじゃないこれ。土管じゃねえ、隠しブロック壊せそうじゃない。どこよ、あぶねえ。ここは入れない。一旦全部調べてってみようか。この土管ちょっと気になるもんな。絶対1個ぐらい入れるところがあるとかそういう感じだよ。真ん中は、あ、真ん中入れない。あ、じゃあ全部入れんっぽいよ。まあ一旦調べてみるね。一番右もすげえ気になるんだよな。コインが1個あるじゃん。あそこ何なんだろうな。じゃあ一番右の土管、あ、入れた、頼む。あ、でもまあこれ戻れるんじゃない。しかもスター取ってるからこの状態で先に進めると。オッケーオッケー、これが正解なんじゃない。そしてこのまま左に行くことができますみたいな。まあスターいるか分かんなかったんだけど、めちゃめちゃいい調子できてる。え、何これ。動けねえんだけど、やめろ。ここさ、右のコインの場所聞いてんない。ちょっとあっち行ってみようか。何があるんだろうね。あ、別に何もないのか。で、ここわざわざスター取らなくちゃいけないの。このままさ、下突きしたらいけるみたいな。あ、やっぱそうだよね。スター取る必要なかったもんな。じゃあここでリンクを取って、あ、スターじゃないからチビのままだな。じゃあここ、このあれどうすればいいんだろうね。この角のコーラ上から履いたらいけるっていうことか。そしてここでブロックを壊して先に進む。で、これは乗っていいのかい。バネ、何もしてくるなよ。今日は何もしてこないで。友達だろバネ、バネ。よし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 、このまんまさ、チェックポイント2の場所まで。うわ、惜しい。絶対ゴールしたと思った。え、じゃあこっちはなんかオンオフが変わってらっしゃいますけど、このまま僕はもう一回最初からやり直しっていうことですか。いや、ここで隠しブロック、こういう時に隠しブロックの出番だろ。そうさせてくれないのかい制作者。どっかで隠しブロックは、そして上に行って僕はゴールができるとか、そういう未来が見えない。さて、やっとここまで戻ってきたね。これで終わりさ、隠しブロックの館よ。ここは右を進歩すればゴールできる、そういうことなんじゃない。やったー。今日はさ、罠がほとんど隠しブロックっていう感じのトロールコースだったね。で、中間2がなかった分結構短かったんじゃないかな。他のコースもやっていきたいなと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオウーバーピーツということで、説明文に P スイッチをうまく届けようって書いてるから、ウーバーイーツで P スイッチをかけてウーバーピーツっていうことなんだろうね。いや、面白いことを考えるじゃないか制作者さんよ。じゃあ僕はこのコースをクリアしてウーバーキングになろうかな。つまんねえんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.7%。 こんなクソつまんねえことを自分で言って自分で笑うって幸せなやつなんだろうな僕って。じゃあこの P スイッチ、あてピー、次はちゃんと右側に運んでいくよ。はいはい、うん、なるほどね。あの羽が生えてるからちょっとふわふわ。なんでやられんだー。
なんでやられたの今。もしかしたらさ、この点線のところも通ったらいけないみたいな、あーそんな感じか。じゃあさ、 P スイッチをこの点線を避けながら行けっていうことだと思うんだけど、今マリオがやられたところあそこくぐるのめっちゃ難しくない？多分途中でジャンプとかしなきゃいけないんだろうな。どこでジャンプするかだけ見極めようか。 1,2,3 でしょ。あー3か。3回ヘディングした後ジャンプして進んでってみよう。もうそれさえ分かれば簡単だよ。ウーバーキングになる。はい、クビー。集中しよう。3の時にジャンプだったね。1,2,3の終わった後にジャンプしてみる。そしてこのままブヒー。シンプルにむずいわこのコース。一旦3回目の時ジャンプするじゃん。そしてもう一回ジャンプしようか。ここでもジャンプしなくちゃ。あ、上にも行き過ぎたらダメなのね。いやここがほんとむずけ。ということはよ、3回目のジャンプが一番肝になってくると思う。ここを綺麗にさ、この間くぐり抜け出せるみたいな。来た来た来たぞ、ここでピーちゃん。今絶対いけてただろ。待って、そろそろクリアしていきますか。もうねだいぶ感覚はつかんできたよ。さあここで P スイッチをヘディングして、あとは P ジャンするだけだ。こうやったあの城めちゃめちゃ可愛い。なんかカービィに出てくるあの木のボスみたいなキャラクターになってたね。この制作者さんですね、いつも僕にコメントをくれるんですけど、楽しいコースをありがとうございました。皆さん、謝罪しなければならないことが一つあります。謝罪するような口調で喋ってないですけど、すみませんでした。このコースはね、サムネに1と書いてると思うんだけど、1と2が合体したトロールコースなんですよ。その動画を見た方はわかると思うんだけど、2の方でクリアして1の方でまだクリアしてなかったんだよね。で、なんでクリアしてなかったかって言ったら、2のクリアの時にリアルコードって言って1の方でコードを入れる場所があるんだけど、それを完全に見逃しちゃってて、だから今回そのコードを入れて1の方でもクリアしていきたいと思います。ちょっと詳しく知りたい方はですね、ぜひコメント欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひそれを覗いてください。それじゃあやっていきますか。いやマジでごめんね、本当に見逃しちゃってて、ゴールの時にコードがあったと思うんだけど、もうゴールに夢中でさ。じゃあここで2のゴールの時にあったコードを入れてくね。1個目、4つ目、6、7からの10でいいか。これで、あ、上に行けるようになってんだな今度。 OK。 そしてゴール遠いのかな。もうさっきトロールコースやったから短いでいいんだけど、そしてここはオンオフを押したら確か左にリンクが落ちてきたと思うんだけど、いやでも近い近い、こっから下から実はゴールできるみたいな。頼む、それを期待してるぜ。何もないじゃねえか。いやでも目の前にゴールがあってよかったね。さっきトロールコースしたばっかりだからさ、またこっからめちゃめちゃ長かったらどうしようかなって思ってた。これ上行けんのかな。上はなんか行けるようにはなってないか。まあここ下に降りればゴールと思うんでゴールしたいと思います。さあゴールした。あバグりすぎだろそれは。これは意味わかんないって、ドカンとかなんもないじゃんね。なんでフラバが出てくんのよ。え、もう一回出てくる。いや変じゃねえんだよ、マジで意味わかんねえ。じゃあとりあえず下に降りてって。うわ、なんかあるんだよな、ドカンみたいなんかさ。今床があったの見えた。まあこれでゴールできるっていうことでしょ。なるほどね、ワンのゴールはこんな感じだったのか。いやでもすっきりしたね。コメントで教えてくれた方ありがとうございました。みんな見て見て、最速取ったよ。当たり前なんだよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。